英会話スクール、イングリッシュパートナーズの末田香菜子です。何を考えているの英語では、What do you have in mind? Have in mind? せっかくだから何かアクティビティをしようよ。Since we have come all this way, let's do some activities。何がいいと思う ?What do you have in mind? となります。What do you have in mind? は直訳すると心に何を持っていますかとなって、えー、何を考えているのかどう思っているのかを相手に聞くニュアンスになります。えー、What are you thinking? や、えー、What do you think? や What's your idea? などと同じ意味になります。何を考えているの英語では What do you have in mind? ネイティブの方たちがよく使っているイメージがあるのでぜひ覚えてみてください。会いに行く英会話スクールイ n g l i s h Partners で検索オンラインレッスンも始めました。